初心者さんでもわかりやすい NEC の Wi-Fi ルーターの接続方法の解説をします。今回の接続方法は LAN ケーブルの差し込み口がたくさんあるホームゲートウェイという機械です。光電話を申し込むとこの機械が送られてきます。接続ができない時の解決方法をこの動画に盛り込んでいます。説明書が非常にわかりにくいんですが、この動画である程度のことがわかります。今回もテロップは入れていませんが、 YouTube の字幕機能をオンにすると字幕が出てきますので、それで対応してください。接続の流れをお話しします。機械をつないで電源を入れていきます。こちらの機械が ONU といってインターネットにつなぐための機械です。そしてこちらがホームゲートウェイといって光電話の機械です。この2つが1つになった一体型のホームゲートウェイもあります。この機械や使っている回線に合わせて Wi-Fi ルーターのスイッチを変更してあげないといけません IPv6 という新しい回線契約をしている場合はプロバイダーの情報を自動的にインターネットから取得しますので接続するだけでインターネットが使えるようになります使えないときは何か問題があるので設定を変更してあげないといけません IPv4 という古い回線を契約している方はプロバイダー情報をホームゲートウェイまたは Wi-Fi ルーターに入力します するとインターネットにつながるようになります。ただ Wi-Fi ルーターは初期設定のままだと他の家の電波と喧嘩して速度が遅くなったりするので自分の家の環境に合わせて電波が喧嘩しないようにしたり出力を下げたり設定変更することで Wi-Fi ルーターの負担を減らして一番快適な環境を作っていきます。大きな流れはこういう流れです。 しかしプロバイダーや契約の状態によっては、なかなかインターネットにつながらない時がありますので、その時の対処法などをこの動画で紹介しております。これでダメだったらプロバイダーや Wi-Fi ルーターの会社に電話をかけてきてください。私の解説がわかりやすかったら、コメント欄にナイスのコメントをいただけたら、多くの方に動画が届くようになりますので、応援よろしくお願いします。ナイスインターネットの接続が理解できる動画 まずは接続の流れについてお話しします。接続の前に自分の回線について確認する必要があります。それによって接続のパターンが変わってきます。単純に言うと光回線は2種類あります。まず1つ目。今一番普及しているインターネットの古い通信方式です。IPv4 と言います。古い通信方式のままだとインターネットが大渋滞を起こしやすいので速度が遅くてストレスが溜まるという状態です。 近年、IPv6 という渋滞しにくくてとっても速いインターネット回線が契約できるようになりました。IPv4 回線だけだと大渋滞するんですが、IPv6 回線の両方使えるようにすると渋滞しにくくなるのでインターネットが速くなります。住んでる家や使ってる機械が悪いと早くはなりません。土曜日の一番混み合う時間帯に計測したんですが、こんなに速度が違います。IPv6 回線で朝計測すると、 私の家だと800メガとか900メガとか出ますそれほど古い回線の契約だと遅いので IPv6 回線を知らない方は一度プロバイダーに電話をかけて自分の回線がどうなっているのか確認してみてくださいインターネットの接続の話に戻りますこのように今視聴者さんが古い回線の契約なのかそれとも新しい回線も両方使えるような契約になっているのかこれが重要なポイントになってきます新しい回線 IPv6 の場合は まずホームゲートウェイを初期化します基本的にはつなぐだけでインターネットが使えるようになります使えない時は w i f i ルーターの設定を変更してプロバイダー情報を取得するようにしますまたプロバイダーから別のプロバイダーに移動した場合に以前のプロバイダーの情報が回線に残っているのでネットにつながらないということがあります OCL なんかでそういったことが多いのでつながらない場合は新しいプロバイダーにすぐ電話してください 昔のプロバイダーの影響が出ているようであれば、昔のプロバイダーに電話をかけて、完全に情報を消してもらうようにお願いしないといけないです。このホームゲートウェイというタイプは、IPv6 に対応しているのか、対応していないのかで、Wi-Fi ルーターのモードを切り替えないといけません。インターネットに接続できなかったり、通信が不安定になってしまうという現象が現れます。ホームゲートウェイがプロバイダーに対応している場合は、Wi-Fi ルーターをブリッジモードに切り替えて接続しないといけません。 ルーターモードで接続した場合は速度が不安定になってしまう場合があります。IPv6 非対応のホームゲートウェイの場合 Wi-Fi ルーターをルーターモードにして IPv6 を有効にしないといけませんホームゲートウェイで IPv6 を有効にするのか Wi-Fi ルーター側で IPv6 を有効にするのかこういうふうに考えたらいいですねこれが基本の型になるんですけれどもプロバイダーや使う機器によっては例外があったりするかもしれないので 接続がうまくいかないときは、まずプロバイダーに電話をして確認してみてください古い回線だけ使える契約の場合、このように機械のどちらかにプロバイダー情報を入力しないといけませんどちらの機械にプロバイダー情報を入力するかによって、Wi-Fi ルーターの動作モードを変更しないといけませんもし動作モードが適正でなければ、インターネットが不安定になってしまいます Wi-Fi ルーターの方にプロバイダー情報を入力すると不安定になってしまう場合があるので、なるべくホームゲートウェイにプロバイダー情報を入れた方がいいみたいです。実際にやってみましょう。内容物は本体、スタンド、LAN ケーブルと AC アダプター。さあ、これをつないでいきましょう。はい、このように AC アダプターをつけます。続いて LAN ケーブルですが、ここで注意。 ランケーブルは昔のランケーブルは使わないでください。ランケーブルは見た目は似ているんですが色々いろいろと種類があります。カテゴリー5と読むんですが昔のランケーブルになります。これはめちゃめちゃ遅いので使ってはいけません。最近購入する Wi-Fi ルーターは1000メガ対応のカテゴリー 5E が付属されています。こんな風にカテゴリー 5E という印字がない時があります。必ず新しく付属されているケーブルを使ってください。 昔のケーブルを使っていたので遅かったという方がかなりいらっしゃいますので不足されているケーブルを意識して使いましょう LAN ケーブルにはカテゴリーという性能の違いがあるんですがそれよりも線の太さの違いの方が重要です極細タイプやフラットタイプは取り回しは便利なんですが結構速度が遅くなってしまいます w i f i ルーターのケーブルはスタンダードタイプのなるべく短いものを選びましょう こういったところにも速度が速くならない原因っていうのが眠ってるんですねわからない人は購入した時についている LAN ケーブルを使ってくださいこの Wi-Fi ルーターには印字のないスタンダードタイプのケーブルがついていましたおそらくカテゴリー 5E です n 1さんなんで印字をつけなくなってんですか説明が大変なんで印字はつけてください続いて LAN ケーブルを挿したいところではあるんですけれども その前にインターネットの速度に関係する重要なポイントがあります。ここのスイッチを見ていきましょう。これはまた字がちっちゃくて見にくいです。このようにルーターモード、ブリッジモード、中継機モードに分かれています。スイッチを切り替えた後にコンセントを抜いて電源を入れ直すとモードが切り替わります。後で実践しながらお見せします。広い家や2階などでは Wi-Fi ルーター1台では電波が届かない場合もあります。 そんな時に w i f i リューターをもう1台用意して先ほどのつまみを一番上にやって CNV モード中継機モードにして親機とペアリングすると親機から出た弱った電波を子機が拾ってもう一度強くして遠くの部屋に飛ばしてくれます RTVRCNV のスイッチの関係はこんな風になっています広い家や2階などで1台で使われている方もう1台買って中継させると 見違えるように快適になったりしますので、またね、あの、確認方法などは動画を作りますので、楽しみにしておいてください。はい。持っている機械に合わせて、BR モードか RT モードに変更しないといけないということがわかりました。続きまして、ONU やホームゲートウェイをコンセントを抜いて電源を落として再起動させましょう。そうしないとインターネットにつなげない場合があります。現在、再起動しております。2、3分ほど待ちます。 あとはホームゲートウェイを初期化した方がいい時があります。プロバイダー変更した時とか IPv4 回線から IPv6 回線に切り替えた時などはホームゲートウェイの中に残っているデータが邪魔をする場合があります。そういう時はホームゲートウェイを初期化してあげるといいです。ホームゲートウェイの初期化の方法を紹介しておきます。針や爪楊枝を用意します。初期化と書いた穴に針を刺してボタンを押しっぱなしにします。 結構長いこと押しっぱなしにします。そして、え押しっぱなしにしたまま、再起動と書かれているボタンを2、3秒長押しします。まだ針でボタンは押しっぱなしの状態です。こうやって初期化が始まってますが、まあ、ずーっと針を押しっぱなしにしてください。初期状態のランプがオレンジ色になったら、針を離して結構ですえ。念のために私はまだ押しております。 これもですね、結構時間がかかります。ONU 下の信号をワンポートに挿すことで、えー、初期化が完了したのかな、えー。初期状態ランプがオレンジになっているのが初期化完了の合、e、図、yes、みたいです。この辺のことはわからなければプロバイダーに聞いてください。これで初期化完了ですね。それでは接続を続けていきます。こちらの機械の電源を入れます。ONU に LAN ケーブルを挿していきます。 カチカチというまでさして抜けないように確認してください ONU とホームゲートウェイが分かれている場合はワンポートというところに接続してくださいそして LAN ポートに接続して Wi-Fi ルーターのワンポートというところにさしてください一番下になりますカチカチというまで奥までしっかりさしてください抜けないようにこの機械の場合は分かりにくいんですけれども同じように一番下になります ちょっと見にくいですが、一番下に1っていう文字が書いてあります。ホームゲートウェイに ONU の機能がない場合は、こういう接続になります。ONU とホームゲートウェイの一体型の場合は、LAN ポートと Wi-Fi ルーターのンポートを接続してください。そしてホームウェイ、そしてホームゲートウェイの状況に合わせて、Wi-Fi ルーターのモードを変えていきます。私のこの機械は楽天クロスパス非対応なので、 w i f i ルーターータはは RT モドでで動作させまますそれではこれこをやってみましょう w i f i ルーターのスイッチは一番下のルーターモードにして w i f i ルーターのコンセントを抜いて再起動させます。RT モードでこのランプの状態が正解です。アクティブが緑色になるとインターネットが使える状態です。先ほどお話しした IPv6 という新しい通信方式の場合はこのように接続するだけでインターネットが使えるようになります。 ホームゲートウェイ側で IPv6 の処理をする場合は Wi-Fi ルーターのスイッチを真ん中の BR にします。そしてコンセントを抜いて機械を再起動させます。しばらく待つとランプがこの状態になります。アクティブランプがオレンジ色になっていると BR モードになっている状態です。メッシュやコンバーターにランプがついている場合、中継とか呼機モードになっておりますので BR モードを失敗しています。 RT モードが BR モードにスイッチを切り替えて、コンセントを抜いて再起動させてモードを切り替えましょう。そんな感じで接続が完了しました。すると、Wi-Fi ルーターの方でこのようなランプが点きます。Wi-Fi ルーターがアクティブが緑色だと、インターネットが使える状態です。このようにアクティブが緑色になっていない場合は、インターネットが使えない状態です。この時の対処方法、2パターンありますので紹介していきます。 新しい回線 IPv6 を契約している場合は、プロバイダ情報を自動的に取得しています。プロバイダ情報の自動取得はうまくいかない場合に、アクティブランプが緑色になりません。Wi-Fi ルーターの設定画面に入って、プロバイダーを指定してあげるとネットが使えるようになります。この方法を行きましょう。Wi-Fi ルーターの設定を変更するときは、このように Wi-Fi ルーターとパソコンをつないで、設定画面を呼び出して設定を変更する方法が一つ。 スマートフォンと Wi-Fi ルーターを Wi-Fi で接続して設定を変更する方法が一つ。両方解説していきます。Wi-Fi ルーターの設定画面に接続する方法は4通りあります。まずはパソコンの方法からいきましょう。こんな風に Wi-Fi ルーターとパソコンを LAN ケーブルでつなぎます。インターネットを見るためのブラウザー、Google Chrome とかそういったものを開きます。画面上のここのところに数字を打ち込んでいきます。 半角でですこの数字を入力して検索をかけると Wi-Fi ルーターの設定画面に入れますユーザー名はここに書いてある ADMIN そしてパスワードは Wi-Fi ルーター裏面の Web パスワードを入力してくださいそれでログインを押すと設定画面に入れます一旦ここでストップ他のログイン方法を説明します続いてパソコンを使って Wi-Fi ルーターに Wi-Fi で接続します。Wi-Fi ルーターとノートパソコンを Wi-Fi を使って接続して設定画面に入っていきます。Windows 11の場合は右下の地球のマークを押していきます。Wi-Fi のマークの右側を押してください。Wi-Fi ルーター裏面に記載されている SSID をこちらの中から探してください。末、ま、尾が A って書いていたり、G って書いていたり、2通りあります。 最近の Wi-Fi ルーターは A の電波と G の電波、2種類の電波を飛ばしています。なるべく A の電波に接続した方がいいです。インターネットをする際は、末尾が A の方の電波を使うことをお勧めします。 障害物に弱いとか使う距離が短いなんて言われていましたが、それ昔の話で Wi-Fi 5以降、しかも4ーストリームですね。私の動画を見ている方ご存知だと思いますが、実行するアンテナが4本の Wi-Fi ルーターの場合は、5HzA の電波の方が早いです。こっちを使いましょう。マスビが G の方の電波は、古い受信機や家電などで使うような電波だと思った方がいいです。A の方の電波を使っていて、 親機から離れてしまってインターネットのソフトが不安定になった場合、そういう時に G の方の電波に切り替えるという方がいらっしゃるんですけれども、その状態になっているということは、Wi-Fi ルーター1台で通信するような環境ではないということなんです。快適な環境を作ろうと思ったら、Wi-Fi ルーターをもう1台買って中継しないといけません。A の方の電波が出てこない方っていうのは、A の高速な電波に対応していないので、受信機を買い換えると快適になる可能性があります。 めちゃめちゃ簡単に言うとこんな感じですじゃあ実際に接続していきましょう私の SSID をクリックしていきます接続というボタンを押してくださいセキュリティキーの入力という画面が出てきますここに w i f i ルーター裏面の暗号化キーという項目を入力してください次へ押すと接続が開始されますこの状態になると接続が完了です こんな方法もあります。この状態にして本体のセットボタンを長押しすると暗証番号入力表で接続されます w i f i ルーターによって場所が違うのでご注意ください言っときますとこんなふうにパソコンと w i f i ルーターが接続されますこんな感じで w i f i ルーターの接続にもいくつか方法がありますこの状態になりましたら インターネットを見るためのブラウザー、Google Chrome とかそういったものを開きます。画面上のここのところに数字を打ち込んでいきます。半角で192.168.10.1です。この数字を入力して検索をかけると Wi-Fi ルーターの設定画面に入れます。ユーザー名はここに書いてある ADMIN。そしてパスワードは Wi-Fi ルーター裏面の Web パスワードを入力してください。それでログインを押すと設定画面に入れます。 一旦ここでストップ他のログイン方法を説明します次はスマートフォンで設定画面に入っていきます QR コードを読み込む分がうまくいかなかったので今回は手動だけにしますこんな感じで家の中にたくさん飛んでいる w i f i ルーターの電波からこの w i f i ルーターの電波を選んでパスワードを入れて接続しますこの方法を解説していきます Android からいきましょう Android の設定ボタンを押しましまょう。ネットワークとインターネットを選びます Wi-Fi を選択します家の中に飛び交う Wi-Fi ルーターの電波の一覧が出てきます Wi-Fi ルーター裏面を見てこの中から自分の家の電波を探してくださいなるべく A って書いている方の電波を選んだ方がいいですタッチするとこんな風に読み込みを開始しますパスワードの項目に暗号化キーを入力してください 接続を押すと接続が完了いたしますこの状態ですね設定画面に入るためにはアプリケーションを使いますスマートリモコンと検索をかけてこのアプリをインストールしてくださいインストールしたら起動させていきます同意します Wi-Fi ルーターの電波を接続しておけばこのようにですね検索をかけると Fi、ルータータが出てきますので、こちらをクイック設定 Web を選択すると w i f i ルーターの設定画面を表示することができますユーザー名は ADMIN パスワードは w i f i ルーター裏面の Web パスワードを入力してくださいすると設定画面に入れます iPhone のログイン方法です設定ボタンを押していきます Wi-Fi を選びます。家の中に飛んでいる Wi-Fi の電波の一覧です。この一覧の中から Wi-Fi ルーター裏面に書かれている SSID を探してください。なるべく一番最後が A って書かれている電波を選んだ方がいいです。私はこれですね。ポシッ。私はこれですね。ポチッと押しちゃいましょう。パスワードには Wi-Fi ルーター裏面の暗号化キーを入力してください。 入力ししたら接続を押します、まあ、この状態になれば OK なんですけれども今現在ですね、えー、とネットをつなげない状態になってますのでこれも改善していきます続きまして設定画面に入るためのアプリをダウンロードしていきますスマートリモコンというアプリをダウンロードしてくださいこれですね入手します ダウンロードし終わりましたら起動させていきます。通知は私は許可はしません。同意するを押していきます。そして Wi-Fi ルーターを検索していきます。許可を押します。Wi-Fi に接続してあると検索機械が出てくるんですが、ちょっと出てこなかったので、もう一度検索をかけていきます。出てきましたね。この Wi-Fi ルーターの設定画面に入りたいので、これを押していきます。そしてクイックウェブ設定を押します。 そのまま進んでいくと設定画面の項目に入っていきます。はい、それではここでユーザー名は ADMIN。パスワードは Wi-Fi ルーター裏面の Web パスワードを入力してください。するとこんな感じで設定画面に入ることができます。BR モードだと設定画面に入れないというお話をします。最初の方で ONU やホームゲートウェイによっては えー、Wi-Fi ルーターのモードを RT モードや BR モードに変更しないといけないというお話をしました BR モードになっているとこの設定画面には入れません RT モードにスイッチを切り替えてコンセントを抜いて再起動させてください RT モードに切り替えれば設定画面に入れます設定変更が終わったらもう一度 BR モードにスイッチを切り替えてコンセントを抜いて再起動させて BR モードで運用してくださいちょっとめんどくさいですね 設定画面に入る方法ががかったたののので問題が起きき時の解決のお話をしていきます新しい回線と古い回線の両方が使える契約の場合基本的には線をつなぐだけで機械が自動的にプロバイダー情報を取得してくれるのでインターネットにすぐつながりますしかしプロバイダー情報をうまく取得できないためにインターネットにつながらないということがありますこの対処法をお話します Wi-Fi の設定画面に入りまして、ここが利用可能になっていればいいんですけれども、なっていない場合、基本設定を選んでいきます。自動判別をオフにしてください。動作モードを指定してあげないといけません。私は楽天なのでクロスパスを選びます。この中でどれを選んだらいいのかっていうのが、プロバイダーによって違います。プロバイダーに確認するのが一番いいんですけれど、n e c の公式ホームページに一覧があります。 ちょっとわかりづらいですけどね自分の契約しているプロバイダーに確認した方がいいです一応このサイトのリンク先を概要欄に貼っておきます結構このあたりがいろいろと複雑なのでプロバイダーと WiFi ルーターの会社をいろいろと行き来しないといけない場合もありますが頑張ってくださいもう私とであの同じプロバイダーにしてしまえば簡単です楽天光をおすすめします概要欄に 楽天光の URL があるからぜひ見てね私は楽天光なのでクロスパスを選びました画面下の方に行って設定ボタンを押すと自動的に再起動をします再起動すると完了です IPv6 回線の場合はこの手順でつながるようになるんですがこれでつながらない場合はプロバイダーや Wi-Fi ルーターの会社にお電話してください今度は IPv4 という古い回線を契約している方のお話です それではおさらいをしていきましょう。私の家の場合は ONU とホームゲートウェイと Wi-Fi ルーターをつなぐ感じになります。ホームゲートウェイと ONU が一つになった一体型の場合もあります。このあたりはかなり種類があったりあの接続のパターンがあるので、この動画で解決できない場合はプロバイダーに聞いてください。IPv4 接続の場合、ホームゲートウェイ側か Wi-Fi ルーター側にプロバイダー情報を入力していきます。 Wi-Fi ルーター側にプロバイダー情報を入れていた場合、ホームゲートウェイと喧嘩してしまって速度が不安定になってしまう場合があるそうです。プロバイダーの情報はなるべくホームゲートウェイに入力した方がいいと聞いています。プロバイダー変更の場合は以前のプロバイダーの情報がホームゲートウェイだったり残っているので、ホームゲートウェイを初期化してからもう一度やり直した方がわかりやすいかもしれません。 プロバイダーはそのままで Wi-Fi ルーターだけ変更する場合は Wi-Fi ルーターのスイッチを真ん中の BR モードにして電源を抜いて再起動させます再起動した後にアクティブランプのところがオレンジ色になっていると BR モードになっています接続の方法はだいたい分かったと思いますホームゲートウェイの初期化とプロバイダー情報の入力する方法の手順を紹介します針や爪楊枝を用意します 初期化と書いた穴に針を刺してボタンを押しっぱなしにします。結構長いこと押しっぱなしにします。そしてえ押しっぱなしにしたまま再起動と書かれているボタンを2、3秒長押しします。まだ針でボタンは押しっぱなしの状態です。こうやって初期化が始まっていますが、まあ、ずっと針を押しっぱなしにしてください。 初期状態のランプがオレンジ色になったら針を離して結構です。えー、念のために私はまだ押しております。これもですね、結構時間がかかります。ONU 化の信号をワンポートに挿すことで、えー、初期化が完了したのかな、えーあ。初期状態ランプがオレンジになっているのが初期化完了の合図みたいです。えー、この辺のことはわからなければプロバイダーに聞いてください。 これで初期化完了ですね。ホームゲートウェイのプロバイダー情報の入力の方法を参ります。パソコンとホームゲートウェイを LAN ケーブルでつないで接続して設定画面に入っていく方法と、ホームゲートウェイに接続して Wi-Fi で接続していく方法があります。これを解説していきましょう。パソコンのインターネットを見たいするブラウザーなどのここの部分にこの文字を入力していきます。 半角で192.168.1.1と入力します。そして検索をかけると、ホームゲートウェイの設定画面に入ることができます。ここでホームゲートウェイのパスワードを決めます。入力したら忘れないようにメモを取りましょう。設定ボタンを押します。OK ボタンを押して、ユーザー名に USER。 パスワードは今作ったパスワードを入力してください。ここにプロバイダーの情報を入れていきます。プロバイダーの契約書に ID やパスワードなどが書いています。楽天光だと接続用 ID がユーザー名になります。OCN はこのあたりに書いてますね。ユーザー名とパスワード。これも接続用 ID って書いてますね。ビッグローブはユーザー名とパスワードということで分かりやすいです。 GMMO はこのあたりに会員情報として記載があるようです。こんな感じでプロバイダーの契約書にインターネットにつなぐためのユーザー ID とパスワードが記載されてますので契約書が必要になります。入力していきます。接続先名は適当でいいです。自分がわかりやすい名前にしてください。そして契約書に記載されているユーザー名とパスワードをこんな風に入力します。そして設定を押して OK を押します。 ここの画面が IPv4 接続になっていて先ほど入力した接続先名の場所が接続になっていればインターネットが使える状態ですプロバイダー情報を間違えた場合も未接続になります間違えている可能性がある時はここの編集を押して訂正しますここのところにプロバイダー情報があります正しく訂正して入力し終わったら設定ボタンを押して完了させてください 本来ならば、ここが接続という文字になります。私はわざと違う文字を入れているので、接続の状態にはなっていません。これで接続できない時などは何か他の原因があります。その時は、プロバイダーに電話しましょう。今度は Wi-Fi 接続で、プロバイダーの情報を入力していこうと思います。まず、このルールを頭に入れておいてください。Wi-Fi ルーターがルーターモードになっている時は、Wi-Fi 経由だと、 Wi-Fi ルーターの設定画面しか開けません。もしもルーターモードでホームゲートウェイの設定画面を開きたい場合は、ホームゲートウェイとパソコンを LAN ケーブルでつないで設定画面をいじるしかありません。逆に BR モードになっている場合は Wi-Fi ルーターの設定画面には入れないんですけれど、Wi-Fi 経由でホームゲートウェイの設定画面に入ることができます。スマートフォンしか持ってない場合は、この違いを覚えておかないといけません。 それではプロバイダーの情報を入力していきましょう。スマートフォンでホームゲートウェイの設定を変更するには Wi-Fi の機能が必要です。こんなですね、カードを差し込むタイプの昔の Wi-Fi を使っている方はめちゃめちゃ遅いので、私が紹介しているような Wi-Fi ルーターに買い替えた方がいいです。全然違います。Wi-Fi ルーターをブリッジモードに切り替えないと Wi-Fi 経由でホームゲートウェイの設定画面には入れません。 Wi-Fi ルーターをブリッジモードに変えていきます。Wi-Fi ルーター側面のスイッチを真ん中の BR に切り替えます。Wi-Fi ルーターのコンセントを抜いて電源を入れ直してください。2、3分待つと切り替わります。アクティブがオレンジ色になるとブリッジモードになっています。Wi-Fi ルーターとスマートフォンを Wi-Fi で接続してください。 Wi-Fi の接続のやり方がわからない方はこの動画の13分30秒あたりを見てください Google Chrome や Safari などインターネットを見るためのツールを開いてください検索をかけるところに文字を入力して検索していきますこんな感じで192.168.1.1という数字を入力していってくださいそして検索をかけます するとこんな感じでホームゲートウェイの設定画面が出てきます。画面を変えて見やすくするとこんな感じですね。192.168.1.1を入力して検索をかけていきます。ホームゲートウェイのログイン用パスワードを作っていきます。好きなパスワードでいいんですけど、数字の方が覚えやすいですかね。忘れないようにメモして保存しておいてください。入力したら設定ボタンを押します。 ユーザー名は USER。パスワードは今決めたパスワードを入力してログインボタンを押しましょう。ここの項目にプロバイダーの情報を入力していきます。プロバイダーの契約書に ID やパスワードなどが書いています。楽天光だと接続用 ID がユーザー名になります。OCN はこの辺りに書いてますね。ユーザー名とパスワード。これも接続用 ID って書いてますね。 ビッグローブはユーザー名とパスワードということで分かりやすいです。GMMO はこのあたりに会員情報として記載があるようです。こんな感じでプロバイダーの契約書にインターネットにつなぐためのユーザー ID とパスワードが記載されてますので契約書が必要になります。入力するとこんな感じになります。はい。すると設定画面全体が出てきます。 うまくインターネットにつながっている場合は、ここのところが接続となります。接続になっていない場合は、間違っている可能性がありますので、編集というところから編集していきます。ここで訂正した後に、設定ボタンを押したら完了です。うまく接続ができていれば、ここのところが接続になります。これでインターネットにつながらない場合は、また別のケースが考えられますので、 プロバイダーに電話をして解決してください。スマートフォンだとこんな感じになります。新しい IPv6 という回線の方がだいぶ楽ですね。Wi-Fi ルーターの方にプロバイダー情報を入力しないといけないというケースもあるかもしれないので念のためにその操作方法も解説しておきます。設定画面に入るためにはアプリケーションを使います。 スマートリモコンと検索をかけてこのアプリをインストールしてくださいインストールしたら起動させていきます同意します w i f i ルーターの電波を接続しておけばこのようにですね検索をかけると w i f i ルーターが出てきますのでこちらをクリックしていきますクイック設定 Web を選択すると w i f i ルーターの設定画面を表示することができます ユーザー名は ADMIN パスワードは Wi-Fi ルーター裏面の Web パスワードを入力してくださいすると設定画面に入れます iPhone はこんな感じですスマートリモコンというアプリをダウンロードしてくださいこれですね入手しますダウンロードし終わりましたら起動させていきます 通知は私は許可はしません同意するを押していきますそして Wi-Fi ルーターを検索していきます許可を押します Wi-Fi に接続してあると検索機械が出てくるんですがちょっと出てこなかったのでもう一度検索をかけていきます出てきましたねこの Wi-Fi ルーターの設定画面に入りたいのでこれを押していきますそして QuickWeb 設定を押しますそのまま進んでいくと設定画面の項目に入っていきます はい、それではここでユーザー名は admin。パスワードは Wi-Fi ルーター裏面のお湯パスワードを入力してください。するとこんな感じで設定画面に入ることができます。この状態になりましたら設定画面に入っていきます。クイック設定ウェブを選んでいきます。先ほど解説した方法でログインしていきます。 ここの項目でインターネットの接続状態を確認することができます。基本設定の基本設定を押してください。自動判別をオフにします。動作モードを選択してください。PPPOE ルーターを選んでください。下の方に行って設定を押してください。更新しましたっていう文字と動作モードが PPPOE ルーターになっていれば OK です。続いてホームボタンを押して一旦戻ります。 プロバイダー情報を入力できる状態に切り替わったので基本設定の接続先設定を選びますここの項目にインターネットに接続するためのプロバイダーのユーザー名やパスワードの情報を入れていきます楽天控えの場合はこういう契約書の中に、えー、このようにですね接続 ID 接続パスワードみたいなものが記載されていますこの情報を入力していきます OCN だと接続 ID やパスワードっていう風なところになっています。接続の業者に頼ませたいのか非常に見にくいですね。ビッグローブはわりかしわかりやすいですね。大体いいこんな感じで皆さんユーザー名とかパスワードとか接続関係のインターネット接続っていう項目がありますのでそこのユーザー名とパスワードを入力してください。入力するとこんな感じになります。そして設定を押してください。 OK を押します。設定内容の更新を確認しましたら、ホームを押します。問題がなければ、IPv4 接続状態というところが利用可能になるんですけれども、今回私の契約が IPv6 契約なので、えー、うまく接続できませんでした。これで接続できない場合は、プロバイダーや Wi-Fi ルーターの会社にご相談ください。これでインターネットに繋がるはずです。 もしもこれでインターネットに繋がらない場合っていうのは、また別のですね、大きい問題があるかもしれませんので、その時はまずはプロバイダーにご相談ください。こっちの ONU だけに接続するための動画は別の動画を作っています。概要欄に URL がありますのでそちらをご覧ください。この動画作るのですね、2週間以上かかってます。 情報収集と動画を伝えたらいいのかっていうのと間違いがないかとかいろいろ調べるのにめちゃめちゃ時間がかかるんですこの動画をこういう動画を作り続けるために皆様の高評価や動画の最後までの視聴そしてナイスーのコメントが私を助けてくださいますぜひぜひナイスーのコメントをよろしくお願いしますナイスー皆様いつもありがとうございます 今年は10万人登録目指して頑張っていきます。応援のほどよろしくお願いいたします。ナイス